恋愛コラムニストの神崎メリです。本日メス力相談室は、婚活で知り合う男性なかなか好きになれないぞ問題についてお伝えしていこうと思います。早速相談者様のメール読んでいこうと思います。メリさん、初めて相談します。40代で彼氏なし歴長い蛙化現象女子です。40代になってから一念発起して結婚相談所や婚活バスツアー的なものに参加したりしているのですが、相談所でお見合いが成立して向こうから交際の申し込みが来て、もう一度会いたいとまで思えず、3回ぐらいお見合いするともう疲れてしまって3ヶ月以上何もしないということを繰り返しています。相談所の人はもう一回ぐらい会ってみないとわからないんじゃない、嫌でなければもう一回会ってみましょうというのですが、どうももう一回会いたいと思えないんです。より好みが激しいだけかもしれませんが、正直自分が本当に結婚したいのかどうかもよくわからなくなって、このまま一人でいいんじゃないかという気持ちと、いやそれでもど本命の相手に出会いたいという気持ちの間でいつも揺れております。自分にとって何がいいのかよくわからなくなってきました。結婚相談所ももうやめようと思う気持ちと、でもこれをやめたら本当に出会えなくなっちゃう、ダメじゃないという気持ちでずるずる登録だけ続いています。こんな私、ど本命の相手に出会うために何をしてどんな行動すればよろしいでしょうか。正直言ってものすごく甘えた質問だと思うのですが、こんな私に喝入れていただけると嬉しいです。しょうがないです、しょうがないんですよ。この相談者様が甘えてるとかね、より好みをしてるとかね、そういうこと、そういうレベルではないんですよ。婚活っていう言葉にこう囚われていると思うんですよ、世の中の女性全般が。だけどこう一昔前で言うと、彼氏欲しいっていうテンションで男性とお食事したり、出会いの場に行ったりね、紹介してもらったりとかして、そういう時でもね、やっぱり付き合いたいとか好きって思う男性ってほんの一握りなんですよ。婚活してても一緒です。相手の男性が自分に好意を持ってくださってるなのに、ちっとも興味が湧かない自分に対して罪悪感を覚えてしまう、そういう女性いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、しょうがないんです。そんなに簡単に人のこと好きになれるはずがないんですよ。例えば好きな男性とねデートする、もうこんなんじゃないですか、もう急いで化粧して、もうワクワクが止まんない、変じゃないかな私、結構なんかシワとか目立ってないかなみたいな感じで、もうウキウキで準備しちゃうんですよ、好きな男性相手だったらね。これがね、どうでもいいって心の中で思ってる男性、好きになれれば楽なのにと思ってる男性とのデート、化粧めんどくす、何時からだっけ、待ち合わせ、12時半にはちょっと駅についてないかな、もう全然こんな感じ、全然化粧進みやしないんですよ。もうね、身支度一つから女性っていうのはもうテンションが出てしまう、相手への気持ちが分かってしまう、もう洋服だって好きな人だったらもうキュキでこう着て脱いで、これ太って見える、着て脱いで、これちょっと気合い入れすぎて見えるかも、もうねファッションショーするじゃないですか。これがまたね、好きにならなきゃいけないって感じる男性だったら、これか、
もうこんな感じで、こういう時に限って男性からしたら力抜けて見えるんでしょうね。惚れられたりすんですよ、変に追いかけられたり、向こうからグイグイ来る、グイ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 で、ますます2回目3回目会うのがもうめんどくさい。あーもう次会ったらこれ絶対告白されるやつじゃん。めんどくさいな。別にそこまで好きかどうかわかんないし、だからといってなんか気持たせるようなそういうこと別にしたくないしさ、相手にも悪いしさ、っていうか化粧めんどくさみたいな感じになるんですよね。当たり前なんですよね。罪悪感を覚える必要は全然ない。男性は女性と違ってそこまで好きじゃなくても交際ができるっていう性質を持ってるんですよ。それね、このね、私の本の中で何度も何度も紹介してます。男性はとりあえずの彼女っていうジャンルがあるんですよ。結婚する気はない、そこまで惚れてない、だけどとりあえずお付き合いする、かっこそれは18禁できる、相手が確約できるからまあいっかみたいなね、そういうライトな部分があるんですけれども、なかなかやっぱり女性は最初の段階でこの人とお付き合いしたいなっていう気持ちがないとお付き合いまでいかないんですよ。何せお化粧するのすらめんどくさいからね。私たち女性と男性っていうのはこういう性質の違いがあるんで、どうしても女性の方が付き合うってことに対してのハードルが高いんですよ。でもそれでいいんです、それでいい。そういうね、好きになれない苦しみとか好きにならなきゃいけないというプレッシャーみたいなものをため息ついて、あかん、ズルズルしちゃあかん、次の声に行かなきゃ、お断りして、でまた出会いに行って、また好きになれない、はぁ、だるい。正直出会いっていうのは修行なんじゃないかって思いながら出会いの場に行ってるんですよね。でその中でお互いにこの人だっていう人に出会えたら本当にラッキー。やっぱり婚活とか恋活とか出会いとかって砂金救いの世界なんですね。気持ちめっちゃわかります。もうやめたくなってしまう、出会うこと自体がもう修行だから。だけどここでね、やめてしまったら何年か後、あの時なんでやめたんだろうってきっと思うに違いないんですよ。ど本命の人探す、ど本命だと思ってくれる男性を探すのも、自分が好きだなって思える男性を探すのもある種修行なんですけれども、その修行の中に一粒の砂金があればいいんですよ。運命の人なんてそんなにいっぱいない、だからみんな難儀してる。でもそれでも運命の人巡り合いたい、掴みたい、そういう人のためであればメス力を発揮したい、そういう気持ちが 0.1% でもあるのであれば、休憩をしながら出会い続けてほしいと思います。いろんな男性いると思います。失礼な人、デリカシーがないね、こういう人も婚活にもいるかもしれない、寝踏みをされて傷つくかもしれない、全然興味なくて生理的に申し訳ない、無理なんだけど、めちゃくちゃいい人で罪悪感覚えてしまうかもしれない。それでも進んでいきましょう。で、一つ一つの嫌なこと、残念なこと、笑いに変えてパワフルにいきましょう。気持ち切り替えて大丈夫です。みんなそうして乗り越えてきてます。今幸せに見える人とか、結婚してる人とか、婚活成功した、うまくいってる人も、もう全然好きになれる人いないんだけど、どうでもいい人には好かれるし、これ絶対乗り越えてきてるので、贅沢な悩みなんだとか、よりすぐりをしてる贅沢な女なんだって思う必要ないです。妥協して結婚するのは相手に対して一番失礼なので、自分が好きって思える、少女みたいなピュアな気持ちで思える人探していきましょう。思える人の中で条件
ていう面は妥協していく必要あると思いますよ。全てがパーフェクトな人はいない。でもお互いを思い合う気持ち、そういう人となら一緒になるんだっていう気持ち、ここには妥協はしてはいけないと思います。今回のメス力、出会いは疲れて当たり前、運命の人はそうそう出会えないけれども、諦めないでしぶとくいきましょう。神崎メリーのご相談、概要欄に URL 貼っておきます。辛口でも OK ですよという方のみお待ちしております。今回もありがとうございました。